現在、主に子どもが発症する手足口病が急増していて、東京都も警報を出すなど注意を呼びかけています。また医師は手足口病にかかることで熱中症のリスクが高まることも懸念しています。夏に流行する手足口病、大きな流行となっております。感染防止の方よろしくお願いいたします。東京では先月31日までの1週間に報告された手足口病の患者数が警報基準を超えました。今週、江東区の病院では、あーだよ、頑張れ。あー、お母さん、これは手足口病です。お喉のところが真っ赤になってて、プツプツプツっていう水泡ができてるんですね。で、主に幼い子供がかかりやすく、手足や口の中に発疹ができる手足口病。感染者の急増で小児科のクリニックは対応に追われています。件数でいうと1日、5件6件とかっていうような感じですね。それがまあコンスタントにずっと続いているというような現状です。村上院長によりますと、今年は例年より1ヶ月ほど早く患者が増え始め、また発疹の範囲が広く出るのも特徴だといいます。先月手足口病になった娘を持つ母親は、保育園も同じ症状でクラスのお友達がかなりかかっていたんですけど、先生方もびっくりするぐらいみんな熱は上がるし、湿疹もこんなにひどく出たのは初めて見たというふうにおっしゃってました。さらに村上院長は、記録的な暑さとなっている今年、手足口病の発症で子どもが熱中症になるリスクが高まることを懸念しています。手足口病の嫌な点というのは、喉のその水泡が潰れるとすごく痛いんですね。喉が痛いせいで水分が取りづらいっていう、そういった問題点があると思います。喉に刺激を与えないよう、常温に近い温度で少しずつ水分を取ることが大切だということです。新型コロナの第7波の脅威が収まらない中で、他にもこの季節に子どもを中心に流行する感染症があります。伊藤さん。はい、そうなんです。こちらが代表的なものになります。まず口の中、手足に発疹ができる手足口病、都内で3年ぶりの警報レベルの流行となっています。他にも突然の高熱で発症し、口の奥の方に水泡ができるヘルパンギーナというもの、さらにはプールや温泉施設で感染することからプール熱とも呼ばれます。咽頭結膜熱というものにも注意が必要です。で、この3つの病気に共通するのが、飛沫や接触によって感染する点、そしてワクチンや特効薬がなく対症療法が中心になる点が挙げられます。小暮さん、先ほどの VTR でもありましたが、このコロナだけでなくこういった感染症も重なるというのは小児科は大変ですね。そうですね、小児科も大変なんですけど、やっぱ受診する患者さんも、ね、大変かなと思いまして、はい、やっぱどの今の3つの感染症はやっぱお熱が出る可能性の高い感染症なんですね。で、やっぱ熱があるとやっぱ受け入れてくれる小児科とそうでないところもあるでしょうし、時間を区切ったり予約にしたりとか、受診にやっぱ制限がかかることがあるので、保護者の方も、ね、いろいろ心配になりやすいんだろうなと思います。で、特徴に手足口病とヘルパンギーナは割と見た目で、要は診察だけで診断がつくんで、割と早くそれで診察して、で、なんていうかね、解熱剤、痛み止めをもらって変えるっていう流れなんですけど、やっぱりこの咽頭結膜熱が疑われるとか、コロナが疑われるときは、検査が必要になったりして、ちょっと院内の滞在時間も少し長くなる傾向があって、その辺また難しくなってくるところですよね、医療機関側は ね。この手足口病などの子どもに流行する病気というのは、コロナとの同時感染というのもあり得るんですか？一応起こり得るので、周囲の、コロナの感染状況とか次第では、手足口病があってもコロナを検査しなきゃいけない場合はあるんですね。そうなんですね。この 手足口病やこのヘルパンギーナなど、これは子どもだけというのがかかる？
病気なんでしょうか。子供がやっぱりかかりやすいんですけど、幼少時にかかってなかったりすると、大人でもかかる時がありますし、大人でもかかるんですね。時々、コロナじゃないですけどね、手足口病とかも新しい新型のウイルスとかが出たりすると、結構子供で大流行プラス大人もかかってるなんて時もあるんですね。これワクチンなど このがない場合、この対処療法だけで、ということなんですが、子どもがかかった場合のこの注意点というのはありますか。そうですね、これどれもまず喉が痛くなって、さっきの、VTR でもあったように水分が取りにくくなることがあるんで、食う寝るができない時とか、特に水分取れないとかの時は解熱鎮痛剤をどんどん使ってあげた方がいいですね。痛み止めになります。そもそもなんですけど、これかからないようにするためにはどうしたらいいんでしょうか。これ夏風邪に特徴的なのは、実はアルコール消毒が意外と効かないんですよ。そうなんですね。コロナはね、アルコール消毒でね、安心するとこあるかもしれないけど、この夏風邪に関してはやっぱ手洗いしっかりやっていかないといけないということで、どっか接触した場合はこまめな手洗いで、あとはですね、特徴的なのが便の方から、かなり長いこと2週間から4週間ウイルスが排泄されています。なので、トイレの後の手洗いしっかりとか、あとまだおむつがついている方の場合は、母親とかもおむつ交換後しっかり手を洗わないといけないということと、あと同じタオル使ったり、手洗って、トイレで、手洗った後タオルを同じタオルになりやすいじゃないですか、そういうタオルの共用は意外とうつる元になりますと。基本的な感染症対策が必要ということですが、新型コロナの影響もあり、医療逼迫の懸念も高まっている中で、小児科も逼迫している状況続いていますので、少しでもかからないようにこまめな手洗いなど対策していく必要がありそうです。